年を重ねるごとに、絵が変化していきます。普通であればそれは何だろう、画業の変化としてだけ受け止められることでもあるんですが、そこには時代社会にどんな大きな事件があったかっていうのがもう多分に影響してるんですね。あ、だからこんな風に絵が変わっていくのかっていうのを感じてもらえればなと思います。